いや皆さん本当に西宮の皆さん本当にこの寒い中これだけ多くの皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。明日からいよいよ、選挙始まりますんでね、今回の選挙アベノミクスがいいかどうか、なんかそんな選挙になりそうなので、僕らの政策の方向性アベノミクスと違ってね、維新のミクスというものをちょっと説明させてもらいます。アベノミクスの方向性は我々賛成です。アベノミクスというものはどういう政策かと言いますと、大企業をまず儲けさせるということなんです。大企業を儲けさせる、だから大企業の社員の給料をまず上げる、それから株を持ってる人たち、株価を上げてまず株を持ってる人たちを裕福にさせる。だからこのアベノミクスというものはまず大企業の社員と株を持ってる人たち、この人たちを儲けさせるということなんです。僕はこれはね、反対はしません。そしてこの大企業の社員、大企業、株を持ってる人たち、この人たちが裕福になることによっていろんなところで買い物をするでしょう、いろんなところで飲み食いをするでしょう、お金を使ってくれるでしょう。そのことによって日本全国の中小企業も含めて、まあ商売が活性化して、その後国民の皆さんが豊かになるということなんです。これがアベノミクス。まずは大企業、それから株を持ってる人、ここから裕福になってもらいましょうということなんです。でもこれだけじゃ足りません。さっき知事が説明した通り、アベノミクスはもう2年経ちますが、大企業の社員や株を持ってる人は確かに裕福になりましたが、国民の圧倒的多数、7割8割の人はまだ自分は裕福になってないよ、自分の懐はあったかくなってないよ、これが国民の大多数の感覚です。安倍さんはもう少し時間をくださいと言ってます。でもね皆さん、アベノミクスはどんどん進めるところは進めながら、もう一つ重要なことは低所得者、それから普通の所得の人たち、いわゆる低中所得者の人にいかに税を配分するか、税を投入するか、これも重要なんですよ。だから我々維新の党、維新の会が唱える維新のミクスは、アベノミクスのように大企業、株を持っている人も裕福にさせるけれども、大企業や大企業の従業員でない、また株を持ってない人には直接税金を投入していくってことなんです。でもこれはね皆さん、民主党がかつて言ってたような無責任な方法ではやりません。民主党は国民の皆さんに税金を投入しますよ、国民の皆さんの生活を安定させますよと言っておきながら、そのお金はどうするんですかというところに答えを出せませんでした。我々はアベノミクスの改革徹底してやります。まあ大体ね、アベノミクス、これを邪魔してるのは誰かといえば自民党公明党なんです。自民党公明党自体がアベノミクスの邪魔をしてるんですよ。例えばですね、アベノミクスの象徴例、これは役所の仕事を民間の仕事に変えるというのがアベノミクスの象徴例なんです。皆さん大阪市の地下鉄乗られてる方いらっしゃると思います。本当にありがとうございます。皆さんのご利用のおかげでね、大阪市交通局今黒字になってますけども、この大阪市交通局を民営化するというのが、これ僕の改革の象徴例なんです。これ地下鉄皆さんね、今初乗り運賃は20円値下げしたんです。今年の4月から消費税が上がるところを僕は初乗り運賃20円値下げした、鉄道の料金を値下げしたなんていうのは、これは前代未聞です。初めてのことなんです。そしてさらにこの地下鉄を完全民営化すれば、さらなる料金値下げができます。大阪市の水道料金は今年値下げをしました。基本料金値下げしたんです。さらにこの水道事業をまた民営化すれば値下げができる。ところがね、このアベノミクスがやろうとしている役所の仕事を民営化するというこの方向性、誰が反対しているかといえば大阪市の自民党、公明党、民主党、共産党、全部が反対。不思議ですね。あの安倍政権が、自民党の安倍政権がアベノミクス改革をどん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 進めて日本を豊かにしていこうと言ってるにもかかわらず、大阪の自民党はみんな改革に反対です。はっきり言いますよ、
アベノミクスの方向性は正しい。でも絶対に自民党では改革はできません。なぜか、自民党はいろいろな業界団体から票をもらっていますから、結局は改革に反対なんです。農協改革、安倍政権は農協改革を打ち出しましたが、じゃあ誰が反対しているか、結局その農協改革がこの2年経っても進まない、誰が反対しているか、自民党が反対してるんですよ。結局ね、皆さん、改革を推し進めようと思ったら、いろんな業界団体にしがらみのない政党しか改革は進めることできないんです。自民党、ガソリンに例えれば不純物が混ざったね、質の悪いガソリンですよ。もうね、アベノミクスエンスト状態、息も絶え絶え。だから今景気が失速してるんです。ねえ皆さん、新聞報道を見てもお分かりの通り、アベノミクスいくらやっても日本の経済が成長しない。 GDP、 この国内経済の規模がね、マイナスになっている。そんな報道も出てるじゃないですか。これは自民党が全部改革に反対してる、公明党がみんな改革に反対してる、民主党がみんな改革に反対してるからなんです。だから我々維新の党のようにね、まあ純度の高い廃屋ガソリンを国政の中に入れてもらわないと改革なんか進みませんよ。まあ我々はね、少々取り扱い要注意のニトロですよ、あのダイナマイトのあの原料ですよ。改革を爆発させようと思ったら、我々のような集団がやっぱりあの国会の場に、国政の場に入らないと、この日本の改革は進みません。アベノミクスは僕は方向性は賛成、しかし維新の党が入らない限りは絶対に改革は進みません。それは大阪の改革、全部自民党公明党に止められている、これが証拠なんです。そしてもう一つ、大企業を儲けさせるだけでなく、株を持ってる人だけを裕福にさせるだけでなく、普通の国民の皆さんをどうやって豊かにさせるのか、簡単な話です。税を直接投入すればいいんです。ばらまきじゃありませんよ。民主党の言ってるようなばらまきはやりません。我々維新のミクスは。どこに財源があるの、どこにお金があるの、あるんですよ、公共工事なんです。皆さん、自民党公明党は景気対策の名のもとにまた公共工事を年間5兆円も増やしてるんです。5兆円です。僕は景気対策で税金を使うことは、これは否定しません。しかし使い方なんです。アベノミクスは旧来のやり方と同じ、公共工事をやって建設業者を儲けさせる、まあ昔の経済対策と同じです。維新のミクスは何なのか、5兆円のお金どうせ使うんだったら5000万人の人に1人10万円クーポン券渡します。これ嘘みたいな話かも分かりませんけど、結局同じことなんです。公共工事で5兆円使うのと、国民5000万人に1人10万円のクーポンを配るの、全く同じなんです。これ結局税金5兆円使うんですから。国民5000万人といえば、大体普通の生活をしている人たち、その人たちが大体5000万人ですよ。赤ちゃんから大人まで含めて、4人家族だったら40万。まあうちの家族はね、ちょっとまあ所得ある程度もらってるから、そのクーポンはいりませんけれども、普通の家族の人であれば、単身家族であれば30万、年金もらってる人であれば10万、夫婦で年金もらってる人であれば20万円。このクーポン1年限定付き、1年間で使用してもらうという期間限定付きでクーポン券を配るんです。そしたらどうするか、かつてのように現金を配ってしまったらみんな貯金をしてしまうんです。これじゃあ経済対策になりません。1年間のうちに必ず使ってくださいよという期限限定付きであれば、まあ皆さんそのクーポンもらったら飲み食いそこで買う、絶対やるんです。5兆円のお金、皆さんが飲み食い買うのをやってくれれば、この商店、商い活性化します。商いが活性化すれば、そこの従業員の給料が増える。大企業じゃなくても、株を持ってなくても、日本の国内で5兆円のお金が動くんですよ。なんで公共工事で5兆円もお金使わなきゃいけないんですか。道路を作ったり、またここを掘って穴埋めたり、そんなことばっかりだと5兆円使うぐらいだったら、国民5000万人1人10万円のクーポン1年間限定で配ったらいいんです。これが維新のミクスの方向性。バカみたいな話だと思われるかも分かりませんけども、今まで自民党がやってた経済対策というものは3兆も4兆も公共工事ばっかりやってたんです。だから皆さんのところ懐に税金が入ってこないんです。
アベノミクスを進めながら大企業、株を持っている人を裕福にする、結構ですよ。しかし普通に生活する人に対しては直接税を投入したらいいんです。公共工事年3兆円5兆円も増やすくらいだったら国民の皆さんにダイレクトにそのお金を投入する。これはね、ある意味世界でもやったことのない試みですけども、僕は絶対これは成功すると思ってる。なぜか民主党だって生活の党だってみんな言ってるじゃないですか。国民の消費を増やすこと、国民の消費を増やすことが日本の経済を良くするんだと。この国の経済の6割は国民の消費なんです。皆さん方の飲み食い買う、これで日本の国の経済が支えられている。じゃあ皆さんが飲み食い買うをどうしたらいいか、皆さんにクーポンを配る。これは税の再配分、究極のね、所得の再分配なんです。公共工事で所得の再分配をするぐらいだったら直接皆さんにクーポンを配ってしまう。なぜこれが自民党ができないのか、簡単ですよね。建設業界から圧倒的な票をもらっている自民党は皆さんに対して税を配るよりも建設業界に税を配った方が票になるからなんです。我々は建設業界から何の義理も何にもありません。だからどうせ3兆も5兆もお金使うんだったら皆さんに直接配った方がいい。これは立派な経済政策だし、世界でもあまりやったことのない例かも分かりませんが、今の先端のある意味最先端の学者はこういう方法の方が効果がある、しかも先進国日本であればより効果があると言われている方法です。これが維新のミクスの一つ。そして二つ目、財源をきちっと見つけ出して税を直接皆さんの方に渡していく。しかもその分野は医療、福祉、教育です。ここにお金を使ってもらう、国民の皆さんに直接税を再分配する。特に教育ですよ。僕はね、この日本国、生まれてから大学を卒業するまで家庭の経済状況によらずにちゃんと大学までは無料で卒業できる、そんな国にしたいと思ってます。できるんですよ、それぐらい。そんな立派な国にすることもできるんです。今の日本、子供を育てて大学卒業するまでに2000万かかる、3000万かかるとも言われています。あ、教育費だけでいけば500万、600万、1000万円なんですか。大学を卒業させようと思えば普通の家庭ではね、みんな奨学金を使わざるを得ない。奨学金を使った大学生はどうなるか、卒業と同時に200万、300万の借金を背負うことになるんです。奨学金の借金を。そんな情けない国は僕は嫌ですね。生まれてから大学卒業するまで頑張る子供は無料で大学を卒業して、卒業した時点で奨学金の借金なんか背負わせないような、そんな国にしたい。できるんですよ。どうやってやるの。民主党はこういうこと、同じこと言いますけども、お金全く無責任、結局国の借金を増やして国債を発行して国の借金をどん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 増やして、そんなことをやろうとしてる。しかし僕は違う、あるんです、お宝が。どこにあるのか。国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員の給料ですよ。皆さん、議員と公務員の給料を合わせたら年間27兆円のお金が流れてるんです。27兆ですよ。僕はね、公務員を全否定はしませんよ。日本のためには公務員必要、命をかけてね、我々を守ってくれる、そういう職業もある。そういう方々にはちゃんと給料を払う、当たり前です。役所の職員も一生懸命働いてくれてる職員にはしっかり給料を払う、当たり前なんです。しかしね、皆さん、お勤め帰りのお父さんお母さん、これ、この事実を聞いてくださいよ。いいですか。日本の公務員は全公務員が大企業の社員と同じだけの給料をもらってるんです。日本全国の公務員全員がですよ。大企業もない田舎の市町村役場の公務員ですら大企業並みの、大企業の社員と同じだけの水準の給料をもらってる。これは日本だけです。こんなバカみたいなことやってるのは。世界の公務員は国民の平均給与と同じ水準の給料をもらう。国民の皆さんの平均給与額なんです、公務員の給料は。ところが日本の公務員は大企業の従業員と同じ水準の給料、日本全国つつうらうらの公務員が大企業の一流社員と同じだけの給料をもらってるんです。おかしいでしょ。僕はね、何でもかんでも公務員の給料を減らせとは言わない。でも
その地域にある民間の会社と同じ水準の給料にしろって言ってるんです。だから大阪市は徹底して改革をやってきました。まあ僕が市長になった時はびっくりしましたよ。もう本当にね、大企業の水準を超えたような給料をみんなもらってた。大阪市のバスなんていうのは赤字なんですよ、破綻寸前。ところが阪急バスより、阪急バスは黒字ですよ、阪急バスの運転手さんよりもはるかに高い給料をもらってたんです。大阪市のバスの運転手、真っ赤っかの赤字なのに、破綻寸前の赤字会社なのに、それなのに阪急バスよりもはるかに高い給料をもらってた。おかしいじゃないですか。こういうところを改めて言ったんです。日本全国で公務員の給料を普通の国民の平均給与並みにしていけば、だいたいね27兆円の人件費のうち2割はお金は出てきます。5兆4千億円、毎年毎年出てくるんです。これをね、医療福祉教育の分野に国民の皆さんにダイレクトに還元をしていく。まずやらさせてもらいたいのは教育の分野です。生まれて卒業するまでの間、無料で大学を卒業できるようにする。明日の大阪、明日の兵庫、明日の神戸、明日の西宮、明日の日本を支える子どもたちを立派に育てるためにもね、まずはこの教育の無償化っていうものをやりたい。十分できますよ、5兆4000億円のお金があれば。その後に今度は高齢者の皆さんを支えていく、いろんなことにもお金を使っていきますが、この使い道についてはね、細かなことはまた畑中がいろいろ考えますが、維新のミクスの一番のポイントは、借金をせず金を見つけて、そのお金をダイレクトに医療、教育、福祉にぶち込んでいく。これが維新のミクス。しかしアベノミクスは全否定しません。民主党はアベノミクス全否定。それはね、日本の国際競争力を高めて大企業に頑張ってもらわなきゃいけない。そうしないと日本というものはこれからね、世界の中で立ち向かっていけません。だからアベノミクスはどんどん進めなきゃいけない。しかし自民党であればもうアベノミクスエンスト状態。だから維新の党が必要。そしてアベノミクスに加えて、お金を見つけてきて医療、福祉、教育の分野に国民の皆さんにダイレクトに税金を還元する。これが維新のミクスのね、一番のポイントなんです。もう一度言います。お金はあるんです。借金をしなくても大丈夫。国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員、27兆円使われているこの不合理な部分、不当に高い部分、これを国民に取り戻す。アベノミクス、安倍政権は日本を取り戻すというキャッチフレーズでやってきました。僕はね、公務員の世界から税金を取り戻す、これをやりたい。皆さんね、政治家なんていうのはね、魔法使いじゃないんですよ。ハリーポッターの世界じゃない。魔法の杖を一振りすればね、明日明後日にこの日本国をバラ色に変える、そんな力は政治家にはありません。明日から選挙が始まります。僕は昨日党首討論で安倍さんや海江田さんとも話をしてきました。いろんな政党の代表とも話をしてきました。みんな言います。みんな各政治家は言うんです。私に任せてください、私に任せてさえくだされば国民皆さんを豊かにしますよ、皆さんの給料を上げますよ、日本をバラ色にしますよ。僕は断言しますよ、政治家にそんな能力はありません。我々政治家というのはたかだか選挙で選ばれただけ、そんな特殊な能力は持っておりません。しかしね、我々にできることはあるんです。何ができるのか。無駄遣いを止めさせる、役所の無駄遣いを止めさせる、公務員の給料が高すぎるんだったら民間並みにする、これやろうと思ったらできる。大阪ではやってきました。大阪では大阪府の職員、大阪市の職員の給料、民間並み、民間の水準に合わせました。浮いたお金を教育にぶち込みました。教育予算はこの3年間で5倍に増やしたんです。しかし借金を増やしていません。借金を減らして赤字を黒字に変えた。しかし教育予算は5倍に増やした。なぜか、徹底した公務員改革をやった、人件費の改革をやったからです。今まで高すぎた公務員の給料を民間並みに直した。外郭団体、天下り団体の規制を徹底的にやった。天下り団体、大阪市、僕が市長になって 75% 団体はカット、天下りの職員は 70% カット。天下りの団体が持っていた特権的な仕事 84% カット。徹底的な改革をやってお金を生み出して教育の方にお金を回した。やれるんです。ここまでだったら政治家は。
明日明後日にバラ色の国を作ることはできないかもしれませんが、公務員の人件費に切り込んで公務員改革をやって天下りの改革をやって、そして国民の皆さんに税をお返しする、ここまでは政治家にできます。僕はやれる自信があります。維新の党ならできます。ありがとうございます。ただ残念なことにね、皆さん、維新の党80名しか今回ね立候補してないんですよ。だから維新の党全員通ってもね、国会では過半数なりません。だから僕が言ってる維新のミクスがすぐに実現できるかどうかは分かりませんが、ただ皆さん、今の自民党、民主党、公明党に任せていたら、知らない間に消費税を上げられていて、どんどん上げられていて、そしてさっき知事が言いましたけど、皆さんの給料が上がる前に国会議員の給料 20% 上げたんですよ。皆さん、なんで怒んないんですか。僕今日兵庫でね、あの三田行って、さっき三宮行って、今ここに来たんですけど、国民の皆さん、もっと怒ってくださいよと僕は言い続けていくんですよ。消費税を 3% 上げておきながらですよ、皆さんに負担を押し付けておいて、国会議員の給料は月額30万近く上がってるんです。月額25万円の給料アップですよ、国会議員は。皆さん、消費税 3% 払って、国会議員の給料を上げるために皆さん消費税払ってるんですよ。なんで怒んないんですか。国会議員は給料とは別に月額100万円、年1200万円の経費をもらってるんです。サラリーマンの皆さん、今会社で経費の精算をやるときどんだけ厳しいですか。サラリーマンの皆さん、会社に対して経費の請求をしたとき領収書を出せって言われるのは当たり前じゃないですか。ところが国会議員は自分たちの給料とは別に年1200万円の経費をもらって、領収書もつけない、報告書も出さない、何に使ってるかわからないお金、年1200万円もらってるんです。僕はね、維新の党でこれはルールを作りました。領収書全部オープン、しかもホームページに出す、ホームページに出して全国民の皆さんにチェックをしてもらう、このルールを作ったんです。そして自民党、民主党、公明党に働きかけをしました。あなたたちも領収書をホームページに出してください。自民党、民主党、公明党は言いました。やりません。なんで皆さん怒んないんですか。まあ、皆さん、兵庫県のね、ある議員、少子高齢化、日本のためにって言ってたあの議員いたじゃないですか、野々村さん。あれ、僕の高校の2つ上の先輩なんです。全然喋ったこともないですよ。喋ったこともないです。なんであの人、お金の使い方、問題があれだけいろいろ吹き出たのか。領収書をちゃんと公開してたからです。バカですね、領収書を公開してね、メディアからチェックされないと思ってたんでしょうね。新聞テレビ、それはね、本気になって調査すればすごいですよ。日本の新聞とテレビはどんどん暴いていきます。で、あの野々村議員全部暴かれて、城崎温泉に年200回行ってるとか全部暴かれて、でもあれは領収書を全部オープン公開にしてるから、だから不正が暴かれたんです。国会議員1200万円のお金、領収書もつけずに使っていますが、誰もチェックなんかできていません。皆さん、国会議員が月額25万から30万円の給料を自分たちの給料だけアップして、年1200万円のお金、領収書も添付せず、給料以外にですよ、領収書も添付せずに1200万円のお金を使い倒して、それでいてながら国民の皆さんにこの4月から 3% の消費税の増税、そして2017年の4月から有無を言わさずに 10% に消費税を増税するなんていうのはね、今後どうなんですよ、こんなのは。僕はね、いつかは消費税は上げなきゃいけないと思っています。でもやるべき順序が違う。まずは政治家が、国会議員が身を切る改革をやる。給料を下げるなんていうのは明日明後日でもできるんです。自民党は衆議院参議院で圧倒的な多数を持ってる。法律を作ろうと思ったら1日でできるんです。自分の給料まず3割カットしろよと。その上で公務員の人件費に切り込め。27兆のうち2割5兆4000億円は取り戻してこいと。まず国民の皆さんに配れ。それでもお金が足りない場合には最後に消費税のお願いをする。これがね、維新のミクス、我々維新の党のね、政治哲学です。当たり前です。自分たちの身を切って、公務員の身を切って、
おかみが身を切って最後に有権者の皆さんにご負担をお願いする。なんでこんな当たり前のことを政治家がやらないんですか。自民党、民主党、公明党の政治家がね、この順番でやってくれるんだったら僕は維新の党やめます。いりません、もう維新の党なんて。しかしこれやらない。自民党も民主党も公明党も自分の懐だけを温めておいて国民の皆さんに負担をお願いする、とんでもない輩ですよ。だから僕はね、維新の党、残念なことに80名しかいませんけれど、でも皆さん、この80名の集団があの国会の場に、国会の場に、国政の場に行かなければ、皆さんに負担だけを押し付けて国会議員だけが甘い生活をするんですよ。そんなことを許すんですか。我々80名、本当にね、日本の国を変える、それだけの力にはまだなりませんが、それでも国政の場で大騒ぎすることができます。言い続けますよ、国会議員の給料が高い、年間1200万円の活動費については領収書を添付しろ、大騒ぎします。そのような集団がなかったらね、皆さん、あの国会、国政の場、生ぬるい政治ばっかりをやって、気づいた時には皆さんの負担ばっかりが増えて、そんな状況になります。消費税を 10% に上げても国の赤字は止まりません。消費税を 20%、30% に上げなければ増税だけでは国の赤字は止まらないんです。だからね、維新のミクスが必要、アベノミクス、大いに改革をやってもらう、日本の改革をやってもらって日本を成長させる、そしてね、税金の無駄遣いを止めて公務員の人件費に切り込んで、国会議員の人件費に切り込んで、直接皆さんに医療、福祉、教育で税の還元をする。大企業、そして株を持っている人たち、大企業の社員、株を持っている人たち、そこを裕福にする、いいじゃないですか。でも税金、無駄遣いを止めて5兆、4兆のお金をまさに普通の国民の皆さんに還元していく、上から下から税金を投入するお金の流れを変えていく、これが維新のミクスです。どうか皆さん、自民党とも民主党とも違うね、この維新の方向性、もし応援していただけるということであれば、どうか旗中をね、押し上げてもらいたいです。おそらくこんな話を言う政党、政治家はいません、いません。みんな明日からの党首討論会聞いてみてください。抽象的なことを言いますよ。国民の皆さんを豊かにします、皆さんの生活を安定させます。じゃあどうやってやるのか、誰も回答は持っていません。言うばっかりです。民主党、そこまで言うんだったら5年前にやっておけばいい。確かに安倍政権、実績はあります。失業率は下がってきた、賃金は、大企業の社員の賃金は上がってきた、株価は上がってる、確かに実績はある。僕はこれもっと進めなきゃいけませんが、今の自民党、公明党だったら失速するでしょう。維新の党のような廃屋ガソリンを入れてくださいよ。そしてその上で身を切る改革を徹底的にやって、身を切る改革を国会議員にやらせるようにわーわー騒いで、公務員の人件費にも切り込んで、5兆円のこのお金、国民の皆さんに取り戻してきます。医療、福祉、教育にぶち込んでね、僕はまず生まれてから大学卒業するまで無料できちっと大学が卒業できるような、まずはそれぐらいの国づくりをやった上で、その後のこともしっかり考えていきたいと思いますね。維新の会、維新の党、明日からこの主張をね、いろんなところでやっていきます。まあ我々本当に一部の勢力ですけども、どうか働くを押し上げていただいて、新しい維新のミクス、なんとかこれを進めさせてください。どうも長時間ありがとうございました。ありがとうございます。本当ね、国会議員がね、身を切る改革をやらないと、どんだけ改革やります、改革やりますと国会議員が言っても、自分たちの給料すら下げられない、1200万円の使い道について領収書すら出せないような国会議員が何の改革ができるんですか。どの面下げて改革をやると言ってるんですか。改革をやる、改革をやると言うんだったら、まずは自分の給料下げろ、領収書出せ、それぐらい皆さんで国会議員に怒りをぶつけてくださいよ。まあ僕もね、武士は食わねえと爪楊枝でね、痩せ我慢でやってますよ。市長になって給料 40% カット、退職金は 80% カット、おそらく西宮市長よりも給料安く退職金は安いでしょう。知事の時には給料 30% カット、退職金 50% カット、これをやったから改革がスタートしたんです。維新の会で大阪府議会議員過半数を取った瞬間に、大阪府議会議員の給料3割カット、
大阪府議会議員の定数2割カット、109名から88名まで下げたんです。削ってやったんです。これをやったから公務員も仕方がないなということで改革についてきてくれた。生み出したお金を教育、医療、福祉にぶち込んだ。この石のミックス、どうか日本全体でやらさせてください。畑中の応援、どうかよろしくお願いします。ちょっと次の色があるので、本当は皆さんと握手させてもらいたかったんですけど、またぐるぐる回りますんで、どうか維新の党ね、厳しい状況です。もう毎日毎日新聞やテレビでね、橋本のアホボケかすと、悪口ばっかり言われてるんで、どうも維新のね、あの勢いがなくなったとか言われてますけど、でも僕はね、この新しい維新のミックスをね、どうしてもやりたい。アベノミクスだけじゃない、アベノミックスに加えてね、中所得者、低所得者に、税金をぶち込んでいく。しかもそれも民主党のね、無責任な、もう借金をどん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 積み重ねて税金をばらまくんじゃなくて、あるんですよ、人件費です。国会議員、地方議員、どんどん数を減らす。国会議員、地方公務員、国家公務員のね、給料を民間並みの水準にする。そしたら5兆は生まれてきますから、このお金をね、国民の皆さんに取り戻してくる。ここまでは僕はできる自信がありますのでね、どうか維新の党の応援よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。